接客は積極って、これマネーの虎でも言ったし、はい、で接客業っていうのは僕はあのネットワークビジネスと思ってるんです。なるほど、はい、ええ、フランチャイズチャンネル、今回も南電関連の川原社長にお越しいただいてます。どうもよろしくお願いします。高円寺の調子がいいということ でさらに、お店でスープを作らずにもセントラルキッチンを作ってやる方式に変えたわけですね。そうですね。そうすると、まあ、匂わなくもなるし味が統一もされるし、うんうん、フランチャイズ展開を見据えた形になったんですね。今回の1号店がもうフランチャイズなんですか、それともそれは直営みたいな形ですか。あの、ね、今回の1号店はね、はい、まあ、ある意味フランチャイズなんですよ。ただね、普通のフランチャイズじゃなくて、はい、まあ、今後あの一緒に展開していこうっていうのの協力、うん、なるほどなるほど、フランチャイズみたいな感じですね。じゃあその、その会社さんが、うまくいって増やしながらあの本部的な機能もやってもらうみたいな。そうですね、本部は、まあ、あくまでも僕の会社なんですけども、もうその一つ下の展開の会社っていう、あ、そういう位置づけなんですね。位置づけで、だいたいあの場所にもよると思うんですけど、うん、もし加盟したいなと思ったらいくらぐらいあの用意すれば加盟できるんでしょうか。もうこういう時代なんでね、はい、まあ、昔はね、はい、500万1000万っていう時代もあったんですよ、はい、まあ、今は200万300万ぐらいまででしょう。200、300万が加盟金で、だいたい何坪ぐらいんで、だからその資金として2000万円ぐらい用意した方がいいとか。いやいや、それはもう場所によりますから、はい、一番は場所代なんでね。そうですよね、うん、店舗の内装っていうのはどこで出そうと同じぐらいの金額になる、うんうんうん、まあ坪数ではね15坪からほうほうほう、まあ、20坪ぐらいまでが前後ぐらいが。じゃあもし今こういうところでフランチャイズ決まったら流行るだろうな、こういうとこ作りたいなみたいなところってありますか。あのね、こういうとこに作りたいっていうのはもちろんありますよ、はい、いい場所に越したことない、はい、うん、だけどやっぱりね、お店の繁盛っていうのはね、はい、僕はね実は接客で繁盛させたの。なるほど。じゃあ、うん、あの名古屋で加盟を決めたいな、大阪で決めたいなとかではなく、一番熱意のある人、熱意のと、あとね、商売ってやっぱ向き不向きあるんですよ、はい、でもね、僕はね難しいこと何にも言ってないの、ね、はい、簡単なことで僕はねその売り上げ伸ばしたのね、はい、どんなことですか。接客は積極って、これマネーの虎でも言ったし、はい、で接客業っていうのは僕はあのネットワークビジネスと思ってるんです。なるほど、はい、ね、頑張るとかじゃなくて、ね、喋りかければいいんですよ、お客様。なるほど、うん、ほうほうほう、お客様に喋りかける、あとお客様の顔を覚えるとか、もうそういう簡単なことができない方が多い。なるほど、ね、でもこれからの時代はね、それが大事。なるほど、ね、簡単なことで、だからね、ビジネスってね、うん、そのまあ特に客商売っていうのはね、うん、やっぱり売り上げ伸びていくと思う、僕はね、うんうん、でもちろんね、スープに関しては好みがありますよ、はい、うん、ただね、今度のスープはね自信持ってやってるし、あとね濃いですよ。お、うん、なんといってもスープが結構こってりしていい感じです。そうなんですね、うん、あとはね、本当に来てもらうことがね、はい、嬉しいって思うことが大事。なるほど、うん、ありがたいっていう気持ちをね表現できないと、これ表現したらやっぱお客さん、あ、俺が来てくれてるの喜んでくれてんだと、うん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 、こんな嬉しいことないでしょ。なるほど、うん、じゃあ積極的に接客できる人と、そしてその来ていただいた感謝の気持ちを表現できる人に加盟してほしいな。もちろんもちろん、なるほど、うん、うちもまだあの復活したばっかりなんでね、いろいろ今からもう自分とこもいろいろこれからはい、もっと良くしていかなきゃいけないとっていうのがあると思うんですよ、はい、今年の、ね、春以降、はい、夏ぐらいを目処にやっていきたいんで、はい、展開をね。なるほど、うん、うちのホームページでお連れ、まあ、まず一言ね、はい、メッセージもらって、はい、一度お話ししようよと、うん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 、お話ししてね、はい、やっぱりどうせやるならね、はい、お客さんから気に入られる好かれる店にしようよって、はい、そういうね、やっぱり意見の疎通、意思の疎通がないとダメよ。なるほど。じゃあまず興味を持った方はホームページからなんか会いたいなっていう連絡をくれれば。そうそうそう、まあ、会いましょうよ、まずは。わ、はい、かりました、うん、会ってね、それからですよ、はい、うん、いや、なんかちょっとね、ずっとテレビで見てた川原社長に、なんかいろいろフランチャイズの話を聞けてすごく良かったです。いやいや、ありがとう、どうも、どうもありがとうございました。ありがとうございます。